皆さんこんにちは、日本人の兵庫県民の神戸市民の淡井圭介です。2023年8月の、20日、まあ世界中のプロ野球界へのメッセージなんですけども、まあ他の YouTube でも述べてるんですけども、まあ、一般人の方も見ていただきたいんですが、軟式野球に変えませんか。やっぱり骨折してる人たちもいますし、今年エンゼルスの選手で顔面にデッドボール当たって、で顔から血流していました。まあ阪神タイガースの梅野選手も、左手首を骨折です。でそもそも軟式ボールでもそこそこ硬いんですよ。ゴムの塊ですので、反発力もない。で公式ボールがどのようなものかちょっと説明しますね。これが公式ボールで、昔湯船さんっていう方が阪神タイガースにいたんですが、まあ、ノーヒットノーランを達成された、人です。で、まあ、こちらの方はまあ、このボールは親戚からもらったんですけど、四国の方の。まあ、父親が四国の香川県出身なんですけども。まあ、落としますね。どんな音するか。めちゃくちゃ硬いんです。硬式って、ものすごく危険。本当は、今の音聞いてもらったらわかると思うんですけど、まあ、これプロの方と比べてボール多分一回り小さいと思うんですよね。だからリトルリーグの頃に多分その親戚の人がサインボールもらいに行ったか、まあ、何かだと思うんですね。だからショーエーもうほどほどでいいから日本帰ってきてくれたらいい。結婚できなくなる。どちらかがアメリカ人の人と結婚したら日本に帰ってこれなくなる。親の介護とかできなくなる。死に目に会えなくなる。お嫁さんを日本に連れてきても同じ。ヌートバー選手がそうだったでしょう。一般人や記者の人がもうこの件についてあれこれ言わないでください。いいよって、日本帰ってきてくれて普通に結婚してくれないって。もうこの辺もずっとむちゃくちゃ余計な建物ばっかり建ててる。多分もうエネルギーの残存量が近い将来やっぱり止まると思う。日本輸入国だし、計算上どう考えても無理だと思う。もう日本人の人も多くのメジャーリーグの人も日本帰ってきてくれたらいいから。使命感とかもうそんなのできることからしよう。親善試合とかいらない。とりあえず世界戦ある程度の集客力のあるところだけ残しておくから、もう他はもう合併して無理やわ。消費税は上がりっぱなしになるし、エネルギーは余計になくなるし、個人情報方法なんか作って世界中少子化なんかさせたらもう後で取り返し聞かない。警察官とか公務員の人が分かってない。その人たちの方がしっかりしなきゃなんないのに。韓国なんか悲惨。2045年には多分65歳の人は 50% 多分超える。日本今出生率 1.271.4 っていうのは少し前の情報。どうしても国が集計してきたデータを後から発表するから年数がずれるんです。本当はもっと今下回ってるかもしれない。日本は2045年65歳以上の人が
38% を超えるのが政府の予想です。なぜなら0歳から20歳くらいまでの方が生まれた人口はもうすでに生まれた後なんです。2020年の頃に無理ですよ。本当は45歳で出産なんか。世界中先進諸国はどこも少子化です。エネルギーの消費量はずっと拡大しています。テレビも本当のことだけにしてって言ってるのにしてくれません。昔からずっと嘘言います。もともと日本のプロ野球界全部のスタジアムがみんなからの税金で建てるんです。なんか水面下でどんな話になってるかわからないです。あんまり使命感とかそういうことで、大リーグ行ってで帰ってきた頃には浦島太郎でお金はある程度稼げたけどもある程度しかないですよ。あんな年俸なんか絶対嘘です。もしかしたらいろいろ交通費とか人件費とかでかかってしまった金額のことを表しているのかもしれません。千賀投手のメッツの試合、1ヶ月ほど前の試合かな、球場ガラガラでした。15分の1もお客さん入ってません。もともと無理だったんですよ。だから今アメリカ政府に私が求めているのは誰かが伝えてくれると思います。西地区6球団、中地区も6球団、東地区も6球団、日本も頑張って J リーグ、なんとか2リーグ制で、6チームずつになんとか合併しますからと。私に言えることはそれぐらいで、実際私にできる権限なんかないんです、本当は。多くの国民の人が協力してくれなかったら、そんな話知らない。俺はニュースなんか見ないよって。公務員の人はそうなんです。本当は25年前から手詰まりで、僕も河川水門開閉式ダム発電とか、河川水門開閉式ダム発電とか、地下水流トンネル発電、マグマ発電、蒲田発電、投げ出しました。無理だって。その頃、阪神・淡路大震災の被災者で、仮設住宅暮らしで、藤原大の、東山高校にもともと住んでいて、神戸市兵庫区の、そこで生まれ育っています。住宅の解体すら国は行ってくれるっていうことを言ってくれてなくて、その当時決められなくて、国会も数年かかってます。そういう法律がなかったみたいです。もうその当時の国会議員の人たちはいません。作ってたのは神戸ウイングスタジアム。どちらが優先かっていうものを誰も分かってない。九州の熊本大地震、私が知る限りテレビのニュース、どこからどこまで本当のこと言ってるのか分からないんですけども、熊本城の補修をしていた。違う。絶対に半壊とか全壊の人たちの建物を解体してあげなきゃね、国がお金出して。まともな意見は全然通用してない。一部の国会議員の人は私の味方をしてくれます。だけども、口先だけだったのかもしれません。ホームページにも公開してるけど、僕からのアイデアで散々稼いだくせに、閲覧者数や数が少なすぎるスポーツの勝ち負けも、裁判所もいつまでたっても始めない。裁判まだ3ヶ月経過してる。ほったらかしで全部なかったことにしようとしてるのかもしれない。特許費用を本当は支払わなきゃならないから
みんなお金払ってくれてたらよかっただけ、淡井圭介、しっかりと。試合の勝ち負け、僕の頭の中とか使ってたんだから、血液とか。これは本当の話。さらには睡眠時間までかけさせて。その大元どこに行ってるのかって言ったら多分裁判所。そこの人たちで睡眠不足の人見かけなかった。これが学歴社会の真実。ちょっと鼻水。なんか、いや警察官も事情よくわからないまま巡査とか巡査部長とか動いてずっと隠蔽、淡井圭介の方が悪いと思ってずっと本当のことを言ってる。警察署にも言った。何回も通報した。通報記録も残ってる。僕のホームページに外から絡んでくる人間がいるって言ってだけども僕を精神病院行きに何度もした。僕は文句言い返しただけで無理。正当防衛という法律を忘れてる。民事でも刑事でも正当防衛あります。相手から喧嘩売ってきてるのに言い返したらならないってそんな不公平なルールないんです。もう警察官の人も喋っていて公務員の人も喋っていてこの人たち自分で裁判したことないっていうこと分かるんです。実力は明らかにないって。だけども高級を得てる。で普通の警察官の中に僕はスポーツ選手を信じて警察官の方に回ってって言ったんです。だけどもその警察官の人たちが僕を捕まえに来るんです。全部自分たちのしてきたことバレるから。どうやらそういうことだったみたいです。今までの入院回数9回ない野球それでももうちょっと踏ん張ります。だけども多分25年前みたいに多分もう何を言っても無駄なんだって裁判所に申し出ても無理なんだっていうこと今コンピューターに進められてる本当のこと言ったらこれが裁判所の機能、行政の機能、理化学研究所は国の持ち物、行政、国、公務員とか国家公務員。そのコンピューターを作ってるのは日本の場合、KF 学は富士通 100%。NEC ではない。表立ってのインターネットの情報を信じるのであれば。私もわからない、そんなの。テレビ局は平気で報道で嘘を流し始めた時点で、もう世の中絶対普通に回らなくなるんですよ。常識がなくなる世界にしかならないんですよ。自分たちの稼ぎだけに走って、自覚はないんです。年収500万円以上で大金持ちなんだっていう自覚は、一人の稼ぎで。見てください。街中、建物コロ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 変わってるでしょ。30年ぐらい生きてきたら分かりますから、いろんなところで倒産してるとか、ああこの店あんまり売り上げないなっていうこと分かるから。個人商店とか閉店寸前の頃は最低賃金法を下回る売り上げしかないんです。公務員との格差がありすぎたんです。公務員の人たちはお金持ってるかこれぐらいいいやっていうような感覚になるんです。ウイングスタジアムの神戸の次は兵庫県の湾岸線、多分万博のせいだと思います。5000億かけて高速道路延長、いや国際条約から万博消さなきゃなんないって、そんなこと2000年の頃から言ってる。聞かれた。その当時は僕は法的知識が薄かったんですけども、それかフルーツラパークで勤務してる時に、最初から万博っていう条約なんかいらないと思いますって言ってました。だけども、
議員とか止めた。その情報を。その頃東京都は2006年からオリンピックの基金、お金を集め始めて、で、東京オリンピックを行って9600億円以上の税金を使い込んでいます。本当はもっと金額が多いのかもしれない。何にも学んでない。東京都の人たち。あと関東の人たち。そこの自分たちの地面の真下でガスを採掘してるんです。天然ガス。しかしそれは日本の多くの天然ガスを賄っていません。ほとんど日本は海外からの輸入です。サハリンとか、カタールとか。同じこと何度も言ってるんですけども、だけども言った方がいいと思ってるんです。僕の動画たまに見なかったらみんなすぐどうせ忘れますから。一斉崩落で東日本大震災で、あの沖の方で揺れたから、その振動で東京都の地下で空洞が大きく出来上がっていて、一斉崩落が起きて大きな地震がある程度発生してるんです。振動がそこまで届いているわけじゃないんです。中には僕と同じ意見の人もいました。テレビでね、言ってる人もいました。だけども、テレビ局がこんなに増えたら無理。早く合併させなかったらダメ。夜中と明け方の番組なんかいらない。みんなを困らせるだけ。以上です。